有原の雪平は、平安時代初期から前期にかけての苦行、歌人。平城天皇の第一王子である、団上院、阿穂神皇の次男。官位は、肖像位、中納言。在中納言、在民部教とも呼ばれた。小倉百人一首では中納言雪平、天朝三年父、阿穂神皇の創生により、兄弟と共に、有原の阿蘇音を賜物もの組みされ、 親戚降下する。上和9年に、上和の変後休止した、阿保親王の失足のうち、比較的順調な昇進ぶりを示し、特に民生に才を発揮した。上和7年、人名天皇の倉人に任じられ、翌上和8年十5位した、自重に除任される。上和13年十5位上、右近の少将に除任されると、以降は主に武官と地方官を務める。 門徳町の最高二年正月の地目で十四位下に、女性られると同時に、稲葉守に任せられ地方官に転じる。小倉百人一首に取られた和歌は、この時の任国への下校に際してのものである。地方府に二年余りで、最高四年兵部大輔として教官に副式教する。なお、古今和歌集によれば、理由は明らかでないが、門徳天皇の時すまに執況余儀なくされたといい。 スマ滞在時に、寂しさを紛らわすために浜辺に流れ着いた木片から、一言ごとであるスマごとを制作したと伝えられている。なお、洋曲の、将風は百人一首の雪平の和歌や、スマ漂流などを題材としている。清和朝では、左京大部、大倉大輔佐平忠を務めながら、上岸4年14以上、上岸8年生4位下と昇進し、 上岸十二年参議に部任され、苦行に列。上岸十四年には、蔵人頭を兼ねるが、参議が、蔵人頭を検体した例は、非常に珍しい。上岸十五年十三位、打罪言の措置に除任される。上岸十八年打罪言の措置として、九州の統治に関する二つの事項の起承を提出し、許されている。元領五年有原野市の学問書として、 大学別荘小学院を創設した。これは須作王子東、三条王子の期待長を占め、住居を与えて大学寮を目指す指定を教育したもので、当時は藤原氏の官学院と並んで著名であった。なお、雪平の死後、第五天皇の時に小学院は大学寮の南荘とされた。元業六年生三位、中納言に至るが、 みはな3年70歳の時、中納言県民部教道の区ではあぜちを知事して引退した。打った朝の官票5年7月19日公挙。去年76。最終官位は、全中納言制3位。中納言ゆきひら、有原のゆきひら直線歌人として、古今和歌集以下の直線和歌集に合計11首に集。また、 民部教ゆきひらうた合わせを八百八十年代中頃に主催したが、これは現存する最古のうた合わせである。立ち分かれ稲葉の山の峰におふる松としきかば今、帰力無百人一首第十六番、現代五役、これでお別れです。でも、稲葉の国の山に生える、松のように、こ,こ、この歌は、現代において、いなくなった飼い猫の帰還を願う、猫返しのまじないとしても、 伝えられ、親しまれている。中記のないものは、六国史による。中納言行平に関するカテゴリ。ありがとうございます。